の顔が描かれた巨大倉庫。これはテンション上がるんだぞ。これをヒロンたちが作ったんだもんね。達成感でいっぱいです。はあ、これで働かないで生きていけるわ。いや、全然まだ無理だろ。え？無理なの？しょぼーん。でも働かないで生きていくことを目標にサバイバルしてきたけど、この拠点もかなり発展してきたわよね。そろそろ明確なゴールを決めてもいいかもね。うん、ゴールな。何をもって働かないで生きていくっていうのかがあやふやだからな。まあ何か考えておくんだぜ。今日は何をするの？まだ作ろうと思えばいろんな設備があるとは思うけど。実は僕がもう考えてあるんだぞ。今日僕たちは、ゾンピグトラップを作るんだぞ。ゾンピグトラップ？ゾンピグって何かいいアイテム落としましたっけ？を落とすんだぞ。ゾンピグは金塊を落とすんだ。ということは金エンゴットが作れて、物々交換で手に入るアイテムが無限に手に入るようになるんだぞ。あ、それいいじゃない。エンダーパールやカワライト、いろんなアイテムが手に入るようになるのね。そういうことなんだぞ。さあ、ヒョン、バリバリ働くんだぞ。働きたくないー。ニートサバイバルのゴールが難しいと思う人は高評価お願いします。マジで難しいんだぞ。あ、チャンネル登録と通知音もよろしくなんだぞ。とにかくシオン、ゴールのことは後回しなんだぞ。めちゃくちゃでかいピグリントラップを作るんだからな。え、ピグリントラップってそんなに大きいの？この企画働きっぱなしなんですけど。やめろ、シオンは働く運命なんだぞ。よしシオン、素材集めなんだぞ。素材集め？何が必要なの？大量のマグマブロックに大量の黒曜石に大量の亀の卵が必要なんだぞ。ちょっとシオン給料を思い出したわ。おい、待つんだぞシオン。逃げるのは許さないんだぞ。やだ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 。大量の3種類セットは地獄の始まりなんだから、一体どれくらい必要なのよ。確かマグマブロックが14000。お疲れ様でした。あら、負けって言ってるんだぞ。マグマブロックは僕が半分ぐらいもう集めてあるんだからな。それなのに逃げるなんて絶対に許さないんだぞ。シオンを逃がしてー。は、そうだ。マグマブロックってマグマクリームで作れるんじゃない？この間作ったカエルライト設備、あれで確かマグマクリームが手に入るじゃない。シオン、天才すぎました。よし、それじゃあカエルライト設備に行くぞ。マグマクリームでマグマブロックってどれぐらい作れるんだったっけ？確かマグマクリーム4個でマグマブロック1個だったんじゃない？え、それだけしか作れないの？ってことは何個集めないといけないの？必要なマグマブロックが14000個だとして、葵ちゃんが半分くらい集めてくれたとして残り7000個、マグマクリーム28000個必要ですね。絶望が絶望を追い越しました。葵たちは決して素材集めすることになりました。葵が黒曜石を集めてくれるみたいだから、シオンは亀の卵がかりになっちゃったわ。あれ、亀さん1匹しかいないな。そういえばこの間イザスケトラップで卵を手に入れた時に、亀さん1匹この柵から出てたわよね。亀さんは生まれたところに戻る習性があるみたいだから、多分故郷に帰っちゃったのね。また亀さん連れて出てこないといけないのかよ。ここが前亀さん見つけたところなんだけどな。なんか見当たらないんですけど。亀さんがいたところの砂が崩れちゃったからね。もしかしたら微妙に移動しちゃったのかも。当てが外れすぎました。亀さん、亀さん。亀さんいないかな？いたいた。亀さん発見したんですけど。しかも3匹もいるわ。とりあえずここで繁殖させて、1匹は拠点の近くに連れて帰ろうっと。多分すぐには産んでくれない気がするから、シオンは周りのモンスターを倒しておこうっと。あれ？おかしいな。確かに海藻は食べたと思うんだけど、全然卵産んでくれないんですけど。うん、なんか気に入らなかったのかな。まあいいや、それじゃあ1匹連れて行っちゃうもんね。お、何か1匹バタバタし始めたんですけど、もしかして産んでくれる？さあ、やった。しっかり産んでくれたわ。ここを離れる前でよかったんですね。よかったじゃないかシオンちゃん。これで卵が4個手に入ったな。全部で何個必要なんだ？17個も必要です。それはきつい。はいはい、行くわよカメちゃん。拠点の近くに来てくれたら海藻食べ放題。繁殖期畝付きだからね。至れり尽くせりなんだが。え、繁殖？私カメさんになろうかしら。世界中の海から海藻がなくなるんですけど。よしカメちゃん、彼女を連れてきたわよ。これで卵をいっぱい産んでよね。でも2匹しかいないと時間かかっちゃいそうだから、他の子たちも連れてきたいな。さっきのカメさんの場所はちょっと遠くて連れてくるのが大変だから、もう少し近くで見つかれば嬉しいわよね。うん、確かに。ちょっと別の場所にいないか探してみようかな。いい感じの場所で孤立したカメさんを見つけたわ。はいはい、1匹じゃ寂しいでしょ。シオンがお友達のところに連れて行ってあげるからね。なんかおかしい。あれ、シオンちゃんどうしたんですか？繁殖がうまくいってない感じなんですか？そうなのよね。カメさんを全部で4匹集めて、さっきから海藻を与えまくってるんだけど、全然卵産んでくれません。なんで？なんでなの？ふむふむ、カメさんは自分の生まれた場所を覚えていて、そこに戻ろうとする習性があるって言ったじゃない？どうやら卵もその自分が生まれたところで産み落とすみたいね。え、そうなの？そういえばこの間もそっちの砂浜で産んでたかも。つまり、ここに閉じ込めている間は一生卵を産まないっていうことなのか。シオンは無駄な時間を過ごしました。さっき3匹いた場所に戻ってきました。ここでなら順調に卵を産んでくれているみたいね。そうなの。カメさん結構卵を産んでから次の繁殖ができるようになるまでが早くて、2匹しかいなくてもそこそこ卵を集められることが分かっちゃった。最初からカメさんを集めるためにうろうろしなくても、2匹いるところでじっくりと繁殖させるのが一番早かったのか。ほんと知識や情報って武器だよな。まあまた一つ賢くなってよ
かったじゃないか。無駄にした時間が長すぎました。よしでもこれで必要な数の卵が集まったから、これでやっと拠点に戻れるわ。葵の方は順調なのかな。ちょっと様子を見に行ってみようと。葵が何か変な装置を作ってるんですけど、オーシオン、卵は集まったのか。うん、バッチリよ。必要な数は集まっちゃったんですね。よし、それじゃあ手伝ってくれ。これは僕が作った黒曜石製造マシンなんだぞ。え、これで黒曜石が作れるの。そうなんだぞ。そこのボタンを押してみるんだ。ふむふむ、なるほど。上にマグマバケツが入ってるのか。うわすげえ、本当に黒曜石ができたんですけど。すごいだろすごいだろ。一回ボタンを押せば上に入れたマグマバケツがなくなるまでずっと黒曜石を作り続けるんだぞ。黒曜石も600個以上必要だからな。僕がネザーでマグマを大量に取ってくるから、シオンはそこで黒曜石を掘り続けていてほしいんだぞ。ふむふむ、なるほどね。オッケー、わかったわ。それじゃあシオンはここで掘っておくんですね。さすが葵ちゃんじゃない。黒曜石を手に入れるのにも設備を作っちゃった。仕組みはかなり簡単な設備みたいですけどね。これはかなり使い勝手がいいんじゃないですか。だろだろ、いちいち黒曜石やマグマだまりを探し回るの大変すぎるもんな。やっぱり僕天才。お、シオン、かなり集まってるんだぞ。もうそろそろいいんじゃないか。もう必要な数集まってる。うわマジだ、黒曜石が10スタックぐらい集まってるんですけど。よし、それじゃあゾンビブトラップを作るぞ。あれ、でもそういえばまだマグマブロックが足りてないんじゃないの。素材が全部集まってないのに作り始めるの。そうなんだぞ。とりあえずできるところまで作ってみて、足りないところは後で一気に集めるんだぞ。足りないのは湧き層の床の素材だから、最悪今の素材数でもトラップとしては使えるからな。なるほど、マグマブロックは別に足りてなくてもなんとかなる素材っていうことか。それなら先に大体どんなトラップか確認してみるのも悪くないよな。そういうことなんだぞ。まずは場所選びからよね。ゾンビ部が一番湧きやすいネザーの高地の上に作らないといけないのよね。あ、ここだここだ。この辺がネザーの高地だな。よかったじゃないですか。仮拠点のゲートが見える範囲にありましたね。これはいいわ。もうちょっと周りを確認していい感じのところに作ろうと。よし、場所が決まったわ。それじゃあ作っていくわよ。まずは下から4段仮ブロックを設置して、その上に黒曜石でフレームを作っていきます。中がスカスカの 5×5 の枠を作っていくわよ。よし、こんな感じ。ここが黒曜石の土台になります。基本的な仕組みとしては、真ん中に亀の卵を配置して、それを壊そうとゾンビ部が集まってくる。それをネザーゲートで現世に送って、落下ダメージで倒しちゃおうっていう設備なんだぞ。だから真ん中にいっぱいネザーゲートを作るんだよな。これはそのネザーゲートの土台になる部分ということですね。そういうこと。この上に大量にネザーゲートを作っていくわよ。それじゃあ土台の上にネザーゲートの枠を大量に作っていきます。ゲートは4方向に作っていって、それぞれのゲート部分が高さ5マス幅3マスになるように作ります。これを高度235まで上に上に重ねていくのよね。一つずつ枠を作っていったら上がったり下がったりが大変すぎるから、一気に一番上まで積んじゃおうっと。うわまずい、無心に積み上げていってたら最高高度まで積んじゃいました。さすがにぼーっとしすぎだろ。約20段黒曜石を壊しながら降りていかないといけないわね。めんどくさすぎた。自業自得なんだよな。トントントン。よし、これでネザーゲートのフレームタワーが完成したわよ。どんな感じになったかな。ちょっとエリトラで飛んでみてみようっと。うわすごい、これは立派なタワーができてるわね。これが全部ネザーゲートになるんでしょ。これはすごい設備な予感。あ、ダメよゾンピブちゃん、それは仮ブロックなんだから。そんなところに立たれると困るんですね。ここの仮ブロックや足場も一旦壊してっと。次は卵を設置していこうかな。それじゃあ卵を設置していきます。まずはこの黒曜石の枠の中心に仮ブロックを設置して、この上に卵を置きますっと。卵が乗っているブロック以外は壊しておきます。これを全部の枠の中に作っていくわよ。これはなかなか大変な作業だな。必要な卵が17個だって言ってたから、全部で17回しないといけないのか。正直めんどくさい。卵の設置が完了したから、今度はこれがゾンピブに壊されないように周りをトラップドアで囲んでいきます。あれ、でもゾンピブはゲートに吸い込まれて現世に行くのよね。これがなくても大丈夫なんじゃないの。正直わからん、正直わからん。二人ともわかってねえのかよ。湧き層を作っている間の事故防止でしょうか。現世からゾンピブちゃんが逆流してくることもあるかもしれないしね。うんうん、きっとそれそれ。適当すぎるだろ。でも慣れてきたらこの作業結構楽しいわ。シオン、地味にトラップドアパカパカするの好きかも。よし、これで終わりっと。僕の方も終わったんだぞ。それじゃあここから湧き層作りだな。湧き層は葵の努力の結晶、マグマブロックで作っていきます。まずはゲートの真ん中から横に9マストントントンしていきます。9マス行ったらそこから両サイドに5マスずつ、今何マスだっけ。話してたら忘れちゃった。1、2、3。あ、あと2マスだわ。これを反対側も設置して、熱い。スニークしてたら大丈夫だが、かなり作業しにくそうだな。マグマブロックのダメージ対策をしたらいいんじゃないのか。ちょっと考えます。よっこいしょっと。これで同じものを4方向に作れたわよ。葵が耐火のポーションを用意してきてくれたから、これを飲んで快適に作業できるわ。本当は氷渡りのブーツがあればダメージは受けないみたいなんだけどな。氷渡りはエンチャント台ではつけられないエンチャントみたいだから、ちょっと用意ができなかったんだぞ。耐
かのポーションで我慢してほしいんだぞ。快適快適、これでも全然問題ないんですね。そうしたらこんな感じでさっき4方向に伸ばした足場と足場を斜めにつなげます。それの内側も全部マグマブロックで埋めていけば脇層1層分が完成なんですね。こんな感じになっちゃいました。脇層を作ったらその部分のゲートは開通させておきます。脇層をマグマブロックで作るのはピグリンとかの処理用みたいね。ゾンピグはマグマブロックでダメージを受けなくて、ピグリンはこのマグマブロックのダメージで倒されるっていうことみたい。あー、マグマブロック綺麗だなぁ。やっぱりこの影もっと最高すぎる。ちょっと眩しすぎるけどな、目がチカチカしてくるんだぜ。ネザーゲートは高さ5段にしてあるから、その真ん中にもう一つ脇層を作っていくんだぞ。こうやって脇層をどんどん上に重ねていく感じだな。5段のゲートなのでちょうど真ん中に設置できますもんね。ゲートの高さを2段ずつの2層に分ける感じですか。そういうことなんだぞ。あまりにも眩しすぎるから脇層のところでは影もっと切ってます。ついにマグマブロックがなくなっちゃったんですけど、これどうしようかな。ちょっとどれぐらいできたか見てみようと。うわすげー、トルネードポテトみたいになってるんですけど。え、トルネードポテト？ヨウム教のおかずは決まったわね。はいはい、ご用意しておきますね。でも葵どうする？やっぱり半分ぐらいしか作れてないわよね。これでもトラップとして使える？まあ使えることは使えると思うけど、選択肢は一つしかないんだぞ。マグマブロックを追加で集める。めんどくさすぎる。うわー、あー、マグマブロック集め、楽しすぎるかもしれない。マグマブロックはネザーの高度27から36の範囲に大量に生成されるみたいだな。だいたい30くらいの位置を探してたら簡単に見つかるんだぜ。しかもかなりポコポコ壊れてくれるから、掘ってて結構気持ちよさそうだよな。これめちゃくちゃ楽しいです。ほら見てよ、もうこんなに集まっちゃったんですね。すごいわねこれ、本気で集めようと思ったらこんなにも集めやすいブロックだったのね。最高なんですね。これなら楽勝だわ。7000個だろうが7万個だろうがサクッと集めてやるんだから。7万個はさすがに厳しいだろ。マグマブロックを集め切って岩盤上に戻ってきたら、なんかとんでもないことになってました。あ、多分まだ点火してないゲートの黒曜石の上にはいたんですね。それが落ちてきてこうなってるんじゃないですか。ちょっと叩いてみようっと。うわわわわ、めちゃくちゃ追いかけてきたんですけど、やめてこっち来ないで。こうなること分かってて楽しんでるよね。おいし、女には遊んでるんだぞ。さっさとトラップ作りを再開しないと日が暮れちまうぞ。ネザーだから日は暮れないけどな。現世に処理槽を作らないといけないから、シオンザ現世の処理槽を担当することになりました。この装置のど真ん中の座標を覚えてっと。座標238のマイナス279か。それじゃあ装置のゲートと繋がっちゃわないように、装置から10マスぐらい離れたところにゲートを作っていくわよ。うわ、地下だ。うん、地下か。これはめんどくさいな。しょうがない。このゲートは壊しておいて、この真上の地上にゲートを作り直そうかな。真上は見事に水の上でした。まあしょうがない。ここからゾンピグトラップの座標に対応する場所に向かうしかないか。ここだここだ。ここがネザーの座標をちょうど8倍した場所だわ。目印に松明を立てておいてっと。うんこやなかなか微妙な場所だな。周りに木が多くてかなり窮屈な印象なんだぜ。軽く木を切ったり整地するか。よし、それじゃあざっくりと整地したから、この上にゾンピグが来るゲートを作っちゃいます。ゾンピグは23段以上の落下ダメージで死ぬみたいだから、それプラスアイテム回収装置の分の高さを考えて足場を立てていきます。シオンは地上から26マス上にゲートを作ることにしたわ。足場を登ってきたらここにネザーゲートを作ります。今回はまだ脇層が完成してないから、とりあえず月で枠だけを作っておきます。最後に黒曜石に置き換えて点火しようかな。下に戻ってきて処理槽を作ります。下から3段仮ブロックを設置して、3段目に仮ブロックを設置していきます。まずは上のネザーゲートと同じ位置に仮ブロックを置いて、そこから両サイドに3マスずつ足場を広げていきます。ちょっと整地が甘かったわ。葉っぱがめちゃくちゃ邪魔なんですけど。トン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 。よし、こんな感じ。ネザーゲートの下に 4×7 のフロアを作る感じなのね。そうそう、ここはまだ仮フロアだけどね。そうしたら仮フロアの下にチェストを並べていきます。幅4マスだからちょうどラージチェストを2つ並べることができるわよ。それを全部で7列作るのね。仮フロアの下を全部ラージチェストにしたらいいのか。そういうこと。こんな感じになったわよ。ちょっと下にもチェストを繋げたいから、ここはもう一段取り下げておこうかな。これじゃあ中のアイテムが取り出しにくいもんね。あとはチェストの容量を増やしたいから、こんな感じで1マスずつずらしながら3段重ねにしていきます。これほどのチェストの数を用意するとは、これだけでかなり効率のいいトラップっていうことがわかるな。さっきの土で作った仮フロアを壊して、それを全部ホッパーに置き換えていきます。綺麗にドロップアイテムが分散するように、ホッパーは全部真下のチェストに直接繋げた方がいいわね。そういうこと。ここにゾンピグが落ちてくるからね。ずらして設置したチェストにもしっかりとアイテムが行くようにしっかりとホッパーを取り付けて、ほらほらこんな感じ。大容量のアイテム収穫装置の完成。ここまで来ればもう少しですね。シオンちゃんあと少し頑張ってください。任せてもらおう。あとは処理槽をガラスで囲んでいくだけの簡単なお仕事だわ。こうやってホッパーの周りをネザーゲートの上まで囲んでいくわよ。トン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 。よし、囲み終わったわよ。葵の方の脇槽も完成したみたいだから、ゲートも作って開通させておき
きました。頑張ったわね、しおんちゃん。めちゃくちゃ楽しみだわ。どんな感じでゾンビ部が処理されるのかしら。よし、それじゃあ葵と合流しようと。うわすげー、湧き層完成したらすごいインパクトなんですけど。これはすごいな。これはめちゃくちゃ期待できるんだぜ。そういえば屋根を作ってなかったから、装置の一番上にガラスで屋根を設置っと。よし、ガラスを敷き詰め終わりました。あ、葵だ。葵現世の処理層は完成したわよ。よし、それじゃあ待機場を作ってどうなるか確認してみるんだぞ。ど真ん中に足場を設置して、最高高度に待機場を作るんだぞ。あ、生きてる生きてる。ゾンビ部たちがネザーゲートに吸い込まれていってるんですけど、これがさっきシオンちゃんの作った現世のネザーゲートに繋がってて、あそこから落下してアイテムを落としてくれる仕組みなのね。そうそう、今は葵が現世の方を見に行ってるんだけど、シオンも早く見に行きたいな。シオン。あ、葵が帰ってきた。ねえねえ葵、あっちの様子はどうだった？え？あっちの様子？それはな。やはは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 は。え？どうしたのよ葵？何がそんなにおかしいの？やははははは。シオンも見に行ってみたらわかるんだぞ。だってゾンビ部があんなに。やはは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 は。めちゃくちゃ気になるんですけど。よし、現世にやってきたわよ。葵があんなに爆笑してるなんて、一体どうなってるっていうのよ。え？うわ、なんだあら。何かゾンビ部がシャワーみたいに流れ落ちてるんですけど。な、なにこれ？これは、あー、はっはっは。すごい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 、ゾンビ部のシャワーだー。やばすぎるんですけど。うわ見て見て、めちゃくちゃすごいんですけど。短時間で金塊が大量に入ってる。うわこれはすごいわね。こんなチェストがいっぱいあるんでしょ。本気で金まで無限になっちゃったじゃない。最高なんですね。いやそれよりもゾンビ部の音がやばすぎるんだが。すごすぎるしか言葉が見つからないんですけど。ゾンビ部シャワーだー。